白鳥大樹選手なんですよね。僕大樹ってなんか言ってたんですけど、白鳥大樹選手 VS ゴンナパー岩佐クリック、これ白鳥選手めっちゃいいと思った俺、うん、めちゃくちゃ動き良かった最初。で俺顔占いやるんやけど、白鳥選手の表情が良すぎて白鳥選手の方がいいって言ったんやけど、うん、めっちゃ自信に満ち溢れた顔してたし、まあ、最初のね、全員が選手紹介される時に、オープニングの時の、その時にもサングラスかけて、なおかつ名前コールされたら外して、なんかウィンクっぽいした時はちょっと、すいません、イラッとしちゃいました。ちょっと嫉妬もあって、もうこれはちょっと応援できんなと思ったんですけど、はい。ちょっとフラットに見て。で、やっぱ表情いいなと思ったんやけど、ね、フックもらっちゃって、あれね、ツイッターにも書いたし、最近はよく言うことだけど、テクニック動画でも言ったけど、まあ、サウスポー同士なんでこっちか。最後、右フック同時の相打ちになってるんやけど、白鳥選手だけこっちに傾いてるんですよ。フック同時打ちで。ゴンナパンまっすぐ。だから白鳥選手だけ頭が吸い込まれるようにフックに当たって。で、ああいう風にダウンしてて。あれね、本当に相打ちの時は大体相手が左フックだったら右に入って、右フックだったら左に入るっていう。そう、それで負けた感じだった。それまでの動き完璧だったけど、ここ最近で一番良かったんじゃないかな。でもこの負けは痛いよね、本当に。レオナ選手もそうですけど、この負けはかなり白鳥選手からしたら本当痛いとは思います。まあしょうがないですけどね、ゴンナパー強いんで、はい。